ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのエディです。今回お届けするテーマはこちら。俺の国ではありえない外国人陽性者に対する日本政府の姿勢に世界が衝撃。例の感染症にかかってしまい自宅療養することになったとある東京在住の外国人。隔離期間中、東京都に依頼した食料が自宅に配送されてきたのですが、その中身を見た瞬間、この外国人はめちゃくちゃ感激してしまったのだそうです。一体何に感激したっていうのでしょうか。というか、中に入っていた食料は一体何だったのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。例の感染症は2019年12月初旬に中国武漢市で最初の感染者が報告されてからわずか数ヶ月ほどの間に世界的な大流行となりました。感染症が流行してからすでに2年以上が過ぎていますが、未だに世界中で猛威を振るっています。日本でも感染者数を抑えるために緊急事態宣言が発令されたり、何度もまん延防止等重点措置が出されたりして、人々の生活が大きく制限される事態になっています。この感染症にかかってしまった場合、仮に無症状や軽症であっても感染拡大防止の観点からホテルや自宅での療養を余儀なくされてしまうのはご存知の通り。しかも療養期間中は隔離されてしまうため外出ができませんし、毎朝保健所から電話が来て、その日の体温や症状、酸素レベルなどについて最新の状況を報告する必要があるのです。一人暮らしで自宅療養なんて事態になったら、とても不安な気持ちになってしまうのではないでしょうか。ましてや母国を離れ海外に住んでいる外国人であればなおさらですよね。そんな中、とある日本に住む外国人が月間利用者4億人以上を誇る掲示板レディットに投稿した写真が大きな話題になっているのです。しかもこの外国人は写真にこんなコメントもつけていました。こんなに来るなんて驚きだよ。めちゃくちゃ驚いているようですが、一体何が来たっていうのでしょうか。東京都在住のこの外国人は例の感染症にかかってしまい自宅療養することに。隔離期間中はホテルに滞在する選択肢もあったのですが、一人暮らしだったため自宅療養を選びました。東京都の職員さんから電話で自宅療養の方法について説明を受けたのですが、その時にこんなことを言われたのです。自宅への食料配送を希望されますか。この外国人は無料だと言われたのでお願いすることに。その時はタダで食べ物をもらえるなんてラッキーぐらいにしか思っていなくて、それほど期待はしていなかったのだとか。そしてすぐに自宅に荷物が届いたのですが、なんと信じられないぐらい大量の食料が入っていたじゃありませんか。しかも種類もめちゃくちゃ豊富。レトルトカレー、うどんやそばなどのカップ麺に加え、コーヒーや水、フルーツの缶詰、豆の水煮、粉末スープ、パックのご飯、お菓子など1週間分の食料が入っていたのです。そう、この外国人は感激のあまりこの大量の食料の写真を投稿したってわけですね。この投稿には1日でなんと4000件を超えるコメントがあり、外国人から驚きと羨望の声が殺到しました。日本政府は国民のみならず外国人のこともしっかり考えているね。私たちの政府も日本のようにあってほしい。俺の国では何も支給されない。家族とか隣人を頼るしかないんだ。もし俺の国で同じような支援を提案したら、半年かけてどれだけ費用がかかるか議論されて、結局何もされないまま終わるんだと思うよ。すごい量じゃないか。これだけあれば1ヶ月暮らしていける。国民を気にかけてくれる政府がいないとこんなのは無理。そして俺たちにはそういう政府がない。日本人は本当に冷静に対処しているよね。世界はパニックに陥っているのに、この違いは一体何だろう。検査で陽性になっても職場からなんで出勤しないんだと言われる国に住んでおります。
つまり正常に機能している社会であれば国民を守る取り組みが行われるということ。私の国ではそんな考えすらないようだけど。日本はより安全で高い秩序があるだけじゃなくて、思いやりまで存在しているんだな。こんなに支援してくれるなんて、日本はキリスト教的だよね。なんでキリスト教国であるはずの我が国は何もしてくれないんだ。皆さん、外国人にまで手厚い支援をする日本を大絶賛していますね。このレディットという掲示板、主に英語圏のユーザーを対象としていることから、コメントの多くは欧米の人々からのもの。特にアメリカやイギリスからは、自分たちはこんなサービスを受けていないと自国の政府を非難する声が多く寄せられました。実はアメリカやイギリスではこういった支援はほとんどなく、あるコメントではイギリス政府の態度についてこのように言及しています。家にいろ、外に出るな、食料が尽きたらご愁傷様。いや、これが本当ならむちゃくちゃにも程がありますよね。またアメリカのとある科学者は、アメリカ政府ができるだけのことをやっているとかいう人は、日本で隔離された人に送られてくるものをぜひ見てほしいと指摘。本当、アメリカやイギリスの感染者が気の毒に思えてきますよね。そんな自国民ですらサポートを受けられないアメリカやイギリスに対して、日本は自国民のみならず外国人の感染者にも平等に至れり尽くせりのサービスを行っているのです。そりゃ外国人から日本に称賛の声が寄せられるのは当然ですよね。加えて日本は自宅療養の外国人だけではなく、感染症で入院する外国人にもきめ細やかなサポートを実施。当然感染症により日本で入院する外国人もいるわけで、その中には言語の問題がある方や、日本と大きく異なる宗教、文化的な背景を持つ方もたくさんいるでしょう。そこで厚生労働省は、そのような外国人も適切な医療を受けられるように、医療機関に対して通訳など必要な職員の設置、外国語対応のパンフレット作成、調理などに必要なコストを補助する仕組みを作ったのです。具体的には、入院医療機関については1施設あたり1,000万円、宿泊療養施設については200万円を上限として補助金が交付されることに。厚労省の例示によると、職員の設置については、例えば医療通訳や外国人患者受け入れ医療コーディネーターの配置なんかを想定しています。外国語のパンフについては、外国人患者とのやり取りに用いる資料のほとんどを多言語対応に。そして料理については、宗教食の調理ができる体制の整備や礼拝設備等の確保などです。もちろんこれは外国人を優遇するということではありません。あくまで外国人特有の言語問題や宗教、文化的背景への配慮が必要だろうとの判断から行っているのです。多くの外国人にとって、自国以外の国での入院は大きな不安が伴うものでしょうから、日本のこのような対応は外国人から大変感謝されているのだそう。また感染症の疑いがあるときに、そもそもどのように医療機関に受診すればいいかわからない外国人もいるかもしれません。そこで厚労省は、そのような外国人向けに医療機関の受診方法などを掲載したホームページを、英語や中国語、韓国語やポルトガル語、優しい日本語で作成。それに加えて、ホームページにつながる QR コード等を記載したリーフレットやポスターを、なんと11言語で作成したのです。これだけの言語に対応していれば、感染症の疑いがあっても医療機関の受診の仕方がわからないなんて事態にはならなそうですよね。このように食料配送や医療受け入れ体制について、日本は外国人にも平等に対応していますが、実は事業への補助についても同じなのです。感染症の拡大によって大きな影響を受けた事業者に対して、緊急経済対策の一環として実施されたのが持続化給付金。持続化給付金は2020年度予算の感染症対策費用1兆1257億円のうち 80% 以上も割り当てられた大規模な経済対策で、中小企業には最大200万円、個人事業主には100万円が給付される仕組み。実はこの給付金、
ちゃんと要件さえ満たしていれば外国人にもしっかり給付されるのです。実際日本で事業を営む2人のイタリア人男性が給付金を受け取った時にこのようなコメントを SNS に投稿しました。困難な時期でも問題を直視できる国に住めていることに感謝します。2人のイタリア人は申請からわずか10日で入金されたことや日本国籍もない外国人にも給付してくれたことなど差別的ではなく平等である点に感激しまくりだったそうです。この投稿には母国イタリアからたくさんのコメントが寄せられました。日本はなんて素晴らしい国なんだ。イタリアの事業者はこのままだと本当に飢えてしまうよ。こっちの政府は俺たちのことなんて何とも思っちゃいない。日本には経済的社会的なポリシーがある。そして日本は差別的ではないし愚かでもない。イタリアで多額のサポートができないのは3人に2人が脱税しているからだ。日本と比べちゃダメだって。社会の活力からして異なる全く別の国なんだからさ。あなたは日本人の誠実な国民性に助けられたわけだ。日本人に感謝しないとね。日本に敬意を表したい。厳しい状況にあるときに国として取るべき行動を取っている。あなたは日本で暮らし続けた方がいいね。国の偉大さっていうのはこういう時にわかるよな。日本では外国人も平等なんだな。まるで別世界のようだ。いや、称賛と羨望のコメントの嵐じゃないですか。感染症で苦しんでいるのは日本人も日本に住む外国人も同じこと。しかしこれまで見てきた通り、海外には外国人どころか自国民にも十分な援助をできていない国もあるようです。そんな中、日本人だけではなく日本に住む外国人にも平等に感染症への援助を実行している日本政府の姿勢は誇らしいと言えるのではないでしょうか。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったらぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。